八郎さんがのうなったとは。この先どうすべきかのう。腹を決める前に皆に話を聞いた方がええかもしれん。おのおの思うところはあろうが分かってもらいたい。我も不本意だが幕命に逆らうわけにもいかぬ。こうして話すのは初めてだな。俺は長倉新八だ。難しいことは分からねえが、近藤さんにつけば間違いないさ。俺は近藤さんを見込んであの人の道場の触覚になったんだ。俺の腕を存分に活かせる人なんてそうはいねえからな。じゃまたな。東堂平介です。以後お見知りおきを。清川さんのことは残念でした。でも近藤先生なら我らを率いてくれるでしょう。ええ、私はまだまだ若輩者ですが目をかけていただいています。また会ったな。話は聞いた。江戸で任をもらえるならそれでも構わん。私は剣士として高みを目指したいだけだ。調子はどうだ。来たか。ここまで来て大目を見と江戸に戻れるか。浪士組が帰還するなら有志で任を得るまでだ。俺たちはどこまでも近藤さんについていく。それだけだ。ああ、おまんかい。わしらも身の振り方を決めんといかん。いろいろ考えてみたんじゃが、ハツさんに頼まれたのは組の内情を探ること。損組がチリチリになればわしらはお役御免じゃ。けんど近藤さんは新たな任を得て有志で動くち悠長だ。おいたら選ぶべき道は二つあるように思う。近藤さんたちと行動を共にするか、この木に分かれるか、どっちの道が正しいかは分からんが、ここで決めるぜよ。ああ、近藤さんたちと分かれるなら、わしらだけで連中の動きを探ることになるの。身軽にはなるが、頼れるんもお互いだけじゃ。いっそ倒幕派の懐に飛び込んでみるかい。こうか不幸か、ちょうど桂さんたちもこっちにおるき。となると京都に残る大使たちが暴発戦か目を光らせつつ、どこぞに潜む倒幕派の動きも探り続けることになるかの。もし桂さんたちが久保様に刃を向けてきたら戦いは避けられんぜよ。分かった。わしらにとってそれが一番かもしれん。勝さんが案じよるがは久保様に害が及ぶことじゃき。そうも、わしらは砂漠派でもなく倒幕派でもないんじゃ。どんな道を行こうとも本日本のために尽くすのみぜよ。
こんな極限かい。あと貴書欄側、あ、これで全員じゃ。これより松平容保公に京での任を直訴する。気持ちの揺れてない奴はついてこい。上様が上洛されてから京の治安は混迷を極めておる。その申し出嬉しく思うぞ。その方らには京の警備を命じる。そうだな、これより新選組と名乗れ。未だにわしを疑いよる仲間がおるようじゃ。この先どうするかおまんが聞いてきてくれるかい。おまん、あんまり思い詰めんようにの。どっちへつくべきかなんぞ時勢に応じて変わるもんじゃき。おい、容保公が俺たちを信じてくれてよかったな。今後は俺が局長、都市が副長として組を取りまとめる。改めてよろしく頼むぞ。京都で功を立て、新選組ここにありと知らしめてやろう。そうすれば直参に取り立てられるのも夢じゃない。容保公からは鴨川近くでの任を仰せつかった。大取り物になるぞ。早速向かおう。よし、俺についてこい。総司たちは先に行ってもらっている。都市たちも後で合流するかもしれん。俺たちが集まれば敵などいない。お前も存分に腕を振るってくれ。あの池田屋という旅籠に長州が倒幕派を集めている。蜂起の企てを進めているそうだ。江尻宿で共に侠客と戦った奴らもいるかもしれんが、天下を乱すなら討伐するのみだ。それに熊本の宮部貞蔵なども来ているらしい。宮部といえば吉田松陰と並ぶ倒幕派の大物だぞ。ああ、容保公のもとにとある筋から持ち込まれた話だ。上様の世の安寧を乱そうとした罪人だろ。奴に続くものを出してはいかんな。ああ、逃がすと面倒なことになる。心して取りかかろう。我らの方が小勢かもしれません。土方副長の別動隊を待ちますか。奴らに蹴取られては困る。
都市たちは待たず、このまま突入するぞ。よいか。とっとと片付けちまおう。ええ、早く切り合いたいですし。これが新選組最初の大戦だ。行くぞ。俺たちがしくじるはずもあるまい。僕もうずうずしてきました。ここだ。新選組である。戸を開けよ。開けねえなら叩き壊すぞ。切ります。お逃げください。新選組だ。己迎え撃て。不要を求めである。いざイータスにおいては容赦なく切り捨てる。長倉さんはここで見張りに立ちます。奥は任せました。宮部先生のもとへは断じて行かせん。何でもありません。急ぎましょう。掃除、頼むから無理はするなよ。来ました。お客様、窓からお逃げを。出たな。入る。
少し下がっては。戦うしかなさそうですね。なあ、我らの元へ戻ってこないか。確かに昔馴染みのお前の方が謀略を吐かせるには都合が良いかもしれん。掃除を退避させたらすぐに戻る。くれぐれも油断するなよ。すみません。いや、最後になるかもしれないんだ。少し話をさせてくれないか。君はもう本当に私たちの味方ではないというのかい？はっきり言うね。思ったより答えるものがあるよ。私も侍の端くれ、覚悟を決めよう。だが最後に頼みがある。私の代わりに日下君たちを支えてやってほしい。
その言葉だけで十分だ。君を信じよう。まだ打てる手はあります。死なばもろとも。桂君は逃げなさい。君に託しましたよ。受けたまわりました。宮部先生、おさらばです。桂君はまだ君を信じています。ここで死なせるには惜しい。君も行きなさい。一体中で何があった？おい、宮部と桂はどうした？火薬を入手しているとの噂はあったが、まさか自害するとは。お前は無事なんだな。なら怪我人を探し、手当てしてやってくれ。あれは怪我ではない。気になるなら総司自身から聞いてくれ。そのようだ。あの二人なら先ほど見かけた。どうにも画竜転生を欠いたようだが、倒幕派の大物を多数討ち取れた。戦果は十分だ。怪我人を助けた後、今宵は撤収としよう。中岡、はるばるご苦労だった。いよいよ倒幕の時が来たの、草加。うん、共に戦えるなんて嬉しいぜよ。なあ、長州軍は山手に潜ませて歩き、おいら方を説得して大軍を連れてきたぜよ。騎兵隊も加われば恐るるに足らずだな。おおよ草加、大船に乗った気でいておっちょくれ。あいつらおまさんの号令を待ちわびとる。いつでも出れるぜよ。ああ。桂さんが見えんの。池田屋で新選組に襲われてな。なんとか逃げ延びたが。行方はまだわからんのだ。そうか。けど、おまさんの腹は決まっとるんじゃな。ああ、長州軍が来てくれた機を逃したくない。私が松陰先生の理想を実現する。土佐から逃れたわしを、おまさんと長州は受け入れてくれた。今こそその恩を返す時じゃ。以前のいざこざは水に流し、共に長州と戦ってくれないか。京に不慣れな我ら薩摩者がお役に立てるとは思えませぬが。そんなことはないぞ。先代の成明羅公は先見の明があった。こんな時のためにイギリスと取引し、最新の武器を手にしていたな。それに成明公は幕府にしきたりを改めるよう求めていた。真に幕府を思う忠義者の鏡よ。この俺と薩摩が強く結ばれれば
千君の意思を実現できるだろう。なあ、あんたもそう思わねえか？